次は男子400m ハードルの決勝です。結構高校記録は50秒71、山内君中級大中級2008年、大会記録は51秒81、大場君豊川99年の記録です。決勝進出8名は第1レーンに松田智樹君、朝日岡、第2レーン清水隼人君、豊橋東、第3レーン中井豊川君、第4レーン水野圭介君、一之宮、第5レーン三田笠也君、大輝、第6レーン大久保直樹君、アントロペ、第7レーン内藤仁樹君、広橋浩樹、第8レーン榊原雄介君、千里さん。以上の8名で決勝が行われます。ハードハイ。